小さい子供さんは道に出ないようにしてください。道を開けてください。
日の日の興奮を高めて祭りを盛り上げるために挙げられています。牛久までは平成4年に綱引きが復活した時から挙げられるようになりました。赤い旗に霊碑の字が書かれた連掛かりの旗は太陽を掲げた風流サンマーと呼ばれる飾りには浦添市の花大花有明かずらの黄色い花と戦前は松の木の下で連掛かりの綱を編んだということから松の木が飾られています。長さが 7.3メートル、重さ50キログラム、式は中西喜一さんでした。一方金字の旗に白グスクの字が書かれた新がかりの旗頭はかつてグスク間に闘牛場があったことからトゥールーには牛の絵が描かれています。サンマーには新がかりの綱を薄くガジュマルの木陰で編んだということで薄くガジュマルの枝葉仕様がデザインされています。長さは同じく 7.3メートル、重さも同じく50キログラム、式は岸本裕一さんにでございました。大変ありがとうございました。なお旗頭の総指揮者は高良康夫さんでございました。皆様重層な旗頭の演舞に盛大な拍手をお願いします。大変ありがとうございました。お疲れ様でございました。